あと何分やってるんだよ、あんた。うん、もう結構ね、弱ってきた。お茶飲みますよ、あったかいお茶とか。あったかいお茶はどこにあんの？いや、継ぐんですよ。あ、どこにあんの？やった、温めて。ああ。ワクワクしますよ。お茶どこにあんの？え、ここら辺なかった？これ、カッパ寿司のとか。あるよ。これ、飲みましょうか。ね、おちっこ出るからよ。あ、妖精さん無理しないでくださいねって、ありがとうございます。じゃあお茶を沸かしましょうか。ちょっと、あ、おつけられちゃ困るからよ、火を。おいっす。やかの熱いの頭をつけられちゃ困るからよ。お、垂れてるんだよ、ほら、水が。ちょっと拭いてよ、下を。やだよ、垂らしちゃ。拭けっちゅんだよ、それで。ケツ拭かなきゃしょうがねえなんだよ、あんた。ね、ケツ拭かなきゃ。 R のケツ舐めるんじゃなく拭くんだよ、夜間のケツをね。そうだよね、 R のケツ舐めるんじゃなく夜間の蓋をね、中入れてるでしょ。ケツがびしょびしょなの。ほんで垂らしてあるってんの、バカだよね。いいんだよ、私のカップがあっちにあるからさ、ガチャガチャしないでよ。いいから、それ。これは俺が飲むの。うるせえな、まったく。もう向こう行ってていいよ、もうムカつく。吉井さん、どこに吉井さん。嫌なんだよ、後で片付けるんが大事だから。吉井さんのはどこにあるのって。向こうの部屋だよ、私のカップ。ね。自分で片付けないからね。みんな私なのよ、何でも。ね。あ、ありがとうございます。吉井さん、ありがとう。来ると鬱陶しいわね。うん。はい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 。はいはいはい。本当にクズだよね、あんた。やることなすこと。いいすか、夜間の水がだらだら垂れてるのね、平気でこういうとこね。本当クズだよね、あんたね。なんでこれ、何、ついでがないの、粉を。いや、ついでるよ。粉入れないでさ、全然役に立たないよね。私座るとまた立つのが大変なんですよね、足が悪いとね。うん、あのね、足がね、もうおかしいんですよ。うん、え、ワンピース着てる？本当？マナちゃん。あ、ありがとう、レモンさん。無理しちゃダメよって。ありがとうございます。うん、ハゲ焼けたたず。本当だよね。なんかね、夜間に水入れてでしょ。普通、あの、夜間の下にケツがこう伝わるよね、水が。それをね、ここのね、大吹きの上にこうにタンタンってやれば水が落ちるのに、タラタラ垂れてるのをここへかけてるの、考えられないよ、本当に。神経が分かんないね、うん、本当ね、うん、ありがとうございますね、皆さんね。本当にダメだねって。ほうなのよ、レモンさん。本当ね、やっぱりね、な、本当ですよね。あ、ありがとう、ショコラティエさん、ハートありがとうございます。いや、そういうあれ関係ないです、もうね、そういうのないのよ、私たちはね。私嫌いですから、あ、ただね、あれなのよ、 ああいうの嫌い、私嫌いだから。一緒に同じ部屋にいてもね、もう息が詰まるぐらいあっち行けっていう方なの。今日なんかね、飲んでてね、あの、最後にうるせえって言うんだから、この配信してて。だからね、人が違うのよね。あ、カズさん、いつもありがとう。吉江様、相原様、どこに使って。いや、寝てますよ、もう。最初で言ったけどね、もううるせえって怒ったからね、向こう寝てますもん。あ、自分勝手だから、私ああいうの構わないから、いちいちね、うん、あのね、寝てます。うるさいっつうんですよ、私があそこのこたつで、あの、喋ってたらうるせえからって。自分はね、自分勝手なの、酒飲めばね、ね、うん、顔出してあるからね、うん、そうですよね、うん、うるせ、そう、私のうちなのにうるせえって言うのよ、あっち行けって言うのよ。本当、酒癖悪いからね、私ああいう男嫌いだから。今ね、そんな男と女なんてんじゃないんですよ、うん、ただはほら、ゴミ出ししてくれるしね、そういう点だけでね。あと買い物行くからね、うん、買い物行けないからね、この足じゃね、うん、
そうだよね、レモンさんね。慎吾も二人もね、私をいたってくれればいいけど、そんなずらないです。私苦しめて生きてますよ、本当にね。私両方食わしてるんですから、女一人で、うん、だからね、こんなんでどうするんかなって。よそはみんな男の人がみんなね働いてくれて、私散々働いて、今も男二人食わしてるんかなと思ってね、なんかねもう嫌になってきたね。うんうん、本当そうなのね、うん、だからね、うん、疲れちゃうよね。ほんで暇さえあればね、うちにいてね、雑誌見てるの、こたつやたって。ほんでテレビ年中見たけど怒ったんです。テレビもね今ね大変だからね、ねはみんな働いてないんだから、みんなで遊んでるんだからね、いいテレビだけ見てね、うん、よしえさん配信天才的、よしえさんがしっかり、ものだから偉いですって。Cさんありがとうございます、ありがとう。私がしっかりしないとね、このうち回していけないからね。テレビは見てもいいんだけど、テレビは見てのべつね、見てないでね、見たいんだけ見ていいんだよって、見るためあるんだから。でも働いてないんだから、自分の暇つぶしにのべつ見てたんじゃね、電気量も大変だからってね、私言うんです。本当のことですよね、うん、あ、ありがとうございます。ショコレピーさんがハート、よしえさん苦労しますねって、お体大事にしてくださいねって、ありがとうございます。ピースケちゃんが、あの風船5個ありがとうございます。そうです、今朝東さん、ただ飯食って酒飲むんです。ビールね買うとね、いつもね1本にしろって言うんです。ほんと2本飲んでね、あとね辛口1個も飲んだからね、酒はもう買ってやんないんです。まあ、酒飲んでビール飲まれてね、つまみ食われてね、ほんでねたまったもんじゃないよね、うん、ほんでなんかね、でもね、あの年金もらってんですよね。で月に6万ぐらいだから、なんか12万ぐらい来るんかな、1回が。私より低いんだけど、でもあれなんですよね、年金でなんかいくらかよこすようなこと言ってたけどね。でもね1ヶ月2万5千もらったんじゃね、酒とねビールとねつまみじゃもう終わりですよ、うん、何のプラスにもなんないね。慎吾もそうね、どうしようもない人間2人とも、なんでこんな苦労するんかなっていつも思うんですけどね、私ね、うん、きついよね、6万きついよね、1回があれだから、あの 12万だから。ほんでアパート借りてるから、アパート代もね3万払うの、ほんと残りが3万よ1ヶ月。きついよね、うん、きついでしょ、うん、ダメだよね。私もね、あのきついんだけど、私も 8万もらう、8万ギリギリの線かな、8万より行ってたんだけど1ヶ月ね。だけど信号収入があるって言うんで上がっちゃったからね、いろいろ何もかもね。だから今は8万もらえないかもね、ちょっと足んないかもね。でも8万でもきついけど、私といたら食べていけるのよね、私頭いいから。こんなお金使わないし、入ってきたお金に対して暮らせばいいんだけど、でも2人余分なもん抱えてると3人じゃとても食べられないですよね、うん、だからね、うん、残りの人生ゆっくり過ごしてくださいって。ありがとうございます、ほんと残りわずかですよ。ナイス押しましたって、金太郎さんありがとうございます、ありがとうございます。そうだよね、うん、よしえさん電話お話ししようって、ちーにゃちゃんがありがとうございます、うん、965ナイス来ましたって。あら、まなちゃんありがとう、教えてもらって皆さん本当ありがとうね。ナイスがまた増えたって嬉しいね。ね、これ1000いきそうだね。ね、
あら嬉しい、本当に皆さんのおかげで。ゴンベイさんメガホン10個ありがとうございます。ヨシエさん好きだよって。ハゲダルマさんありがとうございます。6万国民、いやいやいや、厚生年金よ。けさ東さん、あの相原は厚生年金6万ですよね、うん。あ、まなちゃん千の窓が見えてきたって、ありがとうございます。これも皆さんのおかげでございます。本当ありがとう。本当今日は女優ライトの効果で普段以上におきれいだって。いやら、とんでもないですよあんたね。え、ちんここんな顔で言われちゃ恥ずかしいわよ、うん、ねえ。ジェイさんもありがとう、本当に、うん、ね。あ、厚生年金6万少ないね。ほんなのよ、東なんかね、年々少なくなるみたいね。年昔の人はいいんだけどね、うん、まさしさん、長殿の美空ひばりだって、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。私だってね、少ないよ。でも私の方が多いのよね。私は 8万ぐらいね、1ヶ月8万きついよね、きついよね。でもほら、私一生懸命仲良して働いてね、いくらか預金あるからやっていけるの。預金なかったらやっていけないよ、8万じゃね。だからその預金を減らされちゃ困るのよね、あんまりね。自分が生きてる間ね、あの減らしたら困るでしょ。で皆さんにね、他の人に、子供たちに迷惑かけちゃ困るから、自分のあれぐらいね。あ、秘密のプレイステーターさんが、クマさんありがとうございます、ありがとうございます。そう、生活の知恵なのよ。私すごいね、お金の面ではね、すごいの、うん。あら、そう、ジェイさん、ヨシエさんの配信楽しいって、ありがとうございます、ありがとうね、本当に。あ、ポンクさん、生活保護受給者より、そうなの、少ないでしょ。チンコロさん、チンコロナさん、そう、私ね、8万なの、うん、8万でもね、でもね、なんとかね、うん、あの、それね、私はほら、やっぱりね、あ、15万あればね、やっていけるよね、15万あればね、うん。あ、声聞いて頑張ろうって、あ、ありがとうございます。秘密のプラスセンターさん、クマさんありがとうございます、ありがとう。なんかね、そうなのよ、ピースケちゃん、受けようとしたら受かんないみたい。やっぱりあの、面倒見てくれるうちがあるとね、もらえないみたい。だから私がその、なんて言うんでしょう、生活保護を受けるお金を出してるようなもんだよね。アパートにいてね、でお金、預金がないんだから普通受けられるよね。受けられないんだよ、おかしいよね。おかしくない、普通受けられるわよね。あ、まなちゃん、長瀞のアイドルだって、ありがとう。うん、私よしえさん大好きって、ありがとうございます。ショコラちゃん、ハートありがとう、ありがとう。普通まなちゃん受けられるでしょ、だって家がなくってさ、預金がなくって、あとはあれですよね、年金かけたら生活が無理。あ、そうなの、今朝東さん、そうなの、そうなんだ。なんかね、年金が少なければその足し前でもらえるようなこと聞いたんだけど、ダメなのかね。あ、うちの子ですか、たっくん、本当です、嘘じゃないです、うん、FX でどかしました。あの子バカだよね、お湯沸かしてもう来ないのね、こういうバカね、呆れちゃうね、うん。あ、そうだよね、うん。そう、年金もらってても家賃ぐらいはそれに足し前してもらえるよね。なんか
うん、なんか12万ぐらいもらえるんだって、生活保護の方は。わかんないんだけど、それまでこっちはかけても8万ですよ、年金ね。それでも生きていってますよ、私。うん、なんかね、そうみたい、今朝はさん、あのね、なんかね、年金もらっててもね、生活保護までねもらえないと足し前をもらえるって話聞いたね。うん、こういうことできるんかね。わかんないんだけどね。私なんて8万ですよ、年金。8万もらえなくなったのよ。あのね、あの介護保険を引かれなきゃね、8万6千ぐらいなんだけど、6、7千なんだけど、介護保険引かれるし、あとはなんていうの、あれもなんだっけ、あれが高くなっちゃったのよね、あの国民健康保険税、新語に収入があるっていうんでね。私は変わらないんだけど、全然だけどね、私の高くなっちゃったから今8万もらえないね。うん、取らないの変だよね。ね、変でしょ、ピースケちゃん。だってアパートがあって借りてて、働けなくて、働くとこなくって、あれだよね、預金がなければもらえるよね、普通ね。だけどね、助けてくれる人がいちゃダメなんだって。だからうちに来てるでしょ、うちにいないでそのアパートにいればもらえるみたいね。うん、うん、そうなの。マナちゃん大阪なら通るん。あ、本当マナちゃん。だからうちの妹もおかしいって言うんですよ。それ普通通るよねって言うんだよ。ね、本当にアパート借りてるんだから。ね、おかしいよね。大じゃないです。あの相原はね。うちは無理だと思うけど、うちはあの。うちもあるしね。うん、あ、遺族年金ね、だと非課税ね。うん、そうよね。うん、そうそう。だからね、私ね、兄ちゃんね、考えることあるの。あ、KK さん、ありがとう、風船ありがとう。私考えることあるのよ。あの、そうだな、妹も一人になっちゃったんだから、旦那が亡くなっちゃったんだから。橋江さん、あれ、お湯はここにあるよ。湧いた言ってよ。でも湧いたんだよ。止めたの？止めたよ。これ濃いからね、一つじゃ少ないんじゃない、二つ。あれ、こっちで飲まないの？私のこれだけど。あ、そう、じゃあいいよ、こっちで。アベの一番これだけど。髪の毛入ってんじゃん、何これ。知らないで。新物じゃないのこれ、髪の毛。いやいや、こっちなんか捨てるしかないから、髪の毛張りすぎだもん。お前の毛じゃないの。じゃあそっち置いといて洗うから。気持ち悪いあんた。なんなん、めったあっちこっちひちらかしてさ。もう、ななちゃんのメット散らかさないでよ、あんた。片付けは全部私なんだから、終わってからね。そうですよね、はい、ピースケちゃんね。そんなに音いらないからね。あ、もういい、もういい、もういい。おしっこが出るからいい。引っ掛けないでね、お湯を。わかんないから、ハゲが。ねえ。ハゲだから毛の抜けてるのねって。そうなのよ、抜けてるのよ毛がね。これかき混ぜた方がいいかしら。いいんかね、これでね。もうどうでもね。あの、私ね、考えたんですけどね、妹も一人だからね、一人になっちゃったから、うん、そうだね、カリーちゃんね、私も妹と暮らせば、あ、真の妹だからいいんじゃないかな、二人で暮らそうかななんて思うことあるんですよ。うん、うん、
ね、何横浜流何藤木直人と横浜流星の素敵なとこですか。そうですね、藤木直人さんはあれですよね、なんかこうかっこいいですよね、見てね、あのなんかね、あの顔がごつくなくって、なんかあのなんて言うんだろうな、あのかっこいいよね、あの背格好という。でもね、この間ねおしゃれイズム見たのよ。そしたらね、ここ毛がもじゃもじゃ生えてたのよ、藤木直人さん。あ、男の人ってあんだけこういうとこあんなハンサムでもこう毛が生えてると、やっぱりあー違うな、やっぱり吸った方がいいんじゃねえかなって思いました。うん、そう、マナちゃんね、なんかあのおしゃれイズムでね、ここにね毛がこうもじゃもじゃ生えてたの。あー、やっぱりああいうのきちんと吸った方がいい男なのになと思ってね。うん、うん、似合わないよね。うん、あとあのなんだっけ、横浜流星さんはね、なんて言うんだろうな、あのああいう大人っぽいって感じなくて、なんかね、かわいい、かわいいっていうか、なんて言うんかな、流星は最近出ないでしょ、全然出ないのね。前はよくね、あのあのなんだっけ、携帯の電話あのに出てたのよ、充電くださいっつう人と一緒に。あとマナちゃんも出てた、マナちゃんと充電させてください、手川なんとかっつうんですか、あの人と流星さんが、あのこれでいいのだ、これでいいのだっつうんでね、携帯 の, であの電話に電話の宣伝出てたんですよ。そしたらね、出なくなっちゃったのよね、あの流星さん。流星さんいつも新聞見てんだけど、どこにも横浜流星って出てないのよ。うん、あそう、出川哲朗さんです。その人とマナちゃんとね、あの子供なんだからとかね言ってね、親は俺は親なんだからとかってね、あの出てました。うん、あそうね、今朝は東さん、真剣佑もイケメンだよね。うん、あの新田真剣佑だっけ、新田だよね、あの人もイケメンだよね。うん、真剣佑わかる。うん、今朝東さんイケメンです。うん、新田真剣佑、うん、あれもあの方もイケメンですよね。うん、だいぶこっちあったかくなりましたね。ああ、そうそうそう、中村ね、友也さんもすごいイケメンだよね。うん、中村さんもいいよね、めちゃイケメンだよねって、本当そうですね。なんかね、いろんな人が出てくるね。うん、最後のドラマどうしたって、あ見ましたよ、あれあの京都の和菓子屋のでしょ、あれ見ました。あれ見て最後だもんね、あとは出ないよね。ほんで前ねコマーシャルにも出てたんだけど、最近出ないのよね。うんね、だから、あピースケちゃんありがとうございます、風船ありがとう。私ね、テレビね、うん、よせいさん若いなってナイス、あ、千の窓が見えてきたって、あやこさんがありがとうございます。千の窓が見えてきた、ありがとう。ほらガチャガチャそこにうんと出しちゃダメだったんべ、水を節約してよあんた、少しは。こんないっぺんに手洗うの出さなくていいんだから。あ、ジェイさんナイスをしてくれってありがとうございます。もうすぐで千ナイスいくじゃないですか。あ、クラッカーありがとうございます。968だよ、あと32だ。あ、もう押したんだねって、ありがとう。あら、あ、ほんと、まなちゃん、流星さんとよしえさんが結婚してほしいって、嬉しいな、流星さん。どこに、あ、横浜だよね。流星さん横浜だよね。横浜、神奈川に住んでんだよ。ほんで9万のアパートだってよ。うん、ね、流星さん出ないんだけど、どうしたんかしらね、今自粛してるんかしらね。竹中直人さんはね、あのあれに出るでしょ、あのなんだっけ、ほらあのほらあのあらなんだっけ、あれほら金借りる、なんだっけすごい忘れちゃう、金借りのほらあれ、あのなんだっけ、
あの宣伝出てるよね、お金貸す竹中直人さんね、うん。だからあれだよね、あの人はおじさんだよね、どっちかっていうとね。あのほんであの金貸しのあの宣伝出てない、あの人は ああいう金貸す人の宣伝って嫌いなのね。あ、モビット、モビット、そうそうそう、ありがとうございます、ピースケさん、そうそうね、虎太郎さん、あ、そうです、あの虎じゃねえや、 なんだよ、ちょっとよく見えない、目がかすんじゃってね、うん、配信上手ですねって、あ、レモンさんありがとうございます、そんなことないんですよ皆さんね、ありがとう、モビット、そう、吉江モビット、まさしさんありがとう、うん、あら、流星さん出たよ、やだ、はい、呼びましたって、いやだ、あら、しばらくぶりで見たから目がちょっとおかしくなっちゃった。流星さん見たいのよね、最近顔見ないから寂しくってね、もう起きるとね、片っ端からこう上から下までこう見るんですよ、うん、新聞を、横浜流星ってね、うん、あ、出てないのよね。ほんでね、ひょいっと横浜っていうのがあったから見たらね、あれなのよ、天気予報のね、埼玉横浜とか、その横浜なのよね、埼玉横浜とかさ、神奈川とかね、あ、だから、あ、流星さん来たって、Jさんがね、あのね、最近ね、顔見ないのよ、全然見ないの。あの、私たちどうかしてるっていうあのドラマありましたよね、神月あのさんがお母さんで、うん、ああ、ゆうぴょんちゃん、横浜流星さん会ったことないんだよねって、ないんですよ、はい、皆さん何、なんか流星さん来たよ、あんた気分が上がったねって、そうなのよ、今朝東さん、え、藤木直人さんに会ったことある、ないんですよ、あの会ったのはほら、あの人なんだっけ、うちに来たでしょ、あの三四郎のあの小宮さんに会いましたよ、私小宮さんとお話ししましたよ、うん、まだ人気ない時ね、三四郎の小宮さんうち来てね、うん、え、あら、そうなの、流星さんはあの石田さんと仲いいの、いやー、そうなの、小宮さんはね、見ましたけどね、歯が一本抜けてたけど今は入れましたよね、綺麗にね、うん、ね、あら、横浜吉江よ、流星さん吉江さんの不安だよって、いや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 、いやー、サルトビさんね、いやー、 ここで顔見てるだけでも嬉しいわ、本当にちっとも見ないからね、小宮さん来たのって、はい、来ました、あの小宮さんはね、うちに来たんです、あのね、慎吾の子、あれでね、慎吾の部屋で配信したんですけどね、あのね、あれ、あーね、流星さんはね、最近出ないのよ、どうしたのかなと思って、寂しいんだけどね、うん、見ました、今朝東さん、私と小宮さんテレビ出演したの、うち来て、私がね、面白いって言ってました、私のこと、慎吾より、うん、そう、流星さん好きなんです、私、あと藤木直人さん、横浜流星さんね、いいですね、あの私の若い頃ね、流星さんに会ったらいいなと思ってね、うん、あ、実は活動自粛してましてって、あ、そうなんですか、私見たくてね、もうね、新聞見るとね、本当お名前もすごいよね、これ本名だってすごいよね、なんか前ね、テレビで言ってたけど、あの流星さんをお母さんが産む時に空に流星が飛んだんだって、ほんで流星にしたんだって、そうに言ってました、うん、お星様が飛んだって、その時流星さんが話してましたね、うん、そうですよって、あー、そう、ほんとね、いい男だよね、横浜流星さんはね、すごいですね、
私が見てね納得して、本当この人はいい男だと思いますもん。だって小さい時になんか新宿だっけなんだか歩いてて、あれね、クラタン坂本龍馬みたい、関流星交換しようって、そういう交換して生きるもんならしたいわよ、うん、神木隆之介派、ああ神木さんもねよく出ますよね、うん、流れ星素敵、そうですよね、今朝東さん、流星さんがねテレビで言ってました、僕が生まれる時ね母親が流れ星見てね、で流星ってつけたって言ってました、本人が、うん、テレビで見たんですけどね、うん、そうだよね、モテるよね、なんかスカウトされたみたいよ若い頃、うん、やっぱり可愛かったんじゃない、それでこんな可愛い顔しててあれが好きなんだって、ボクシングが、ボクシングでねなんかチャンピオン取ったみたいよ、なんかそう言ってましたよ、うん、うん、あーリスは狙ってるんですかって、いやちょっと分かんないんですけど、私それは信号じゃないとね、リスワンどうなんですか、あ空手、そう空手ね、そう毛先平さん空手だよね、うん、体鍛えてるよねって、そうみたいでね、ピースケさんね、なんか良かったね、あれ私たちどうかしてるってね、女の子もいろいろ今あれだよね、なんだっけあれは南は浜辺みなみだっけ、あの人が私たちがどうかしてるに一緒に出てね、あれ恋人になったんですよね、は浜辺みどりみなみ、あの人結構コマーシャル出てますよね、 B カードとかああいうやつのね、あの子も売れてますよね、あの女の子もね、流星さんと出た子ね、でも俳優さんって大変よね、いろんな人とね共演してね、ラブシーンもあるしね、そうです浜辺美波さんです、なんかいやいや姉さんありがとうございます、この人が流星さんの恋人になりましたよね、うん、もうね ああいう人たちも大変よね、芸人さんはねまだ独身ならいいけどね、結婚してる人だってラブシーンするから大変よね、やきもち焼かないんかしらね、お仕事って割り切ってるんかしらね、だってほらあれですよ、ねこの間なんだっけほらあれなんだっけあれほらあれなんだっけあの人はなんつんだっけなんだっけほらあの人はちょっと綺麗な人さ、なんつんだっけな、あれは割り切ってますよって、あそうなの、まあ一人もんだら流星さんいいけど、結婚しててラブシーンすると旦那がやきもち焼かなんかね、ほらあれなんだっけほらこなんつんだっけあれほらあの人なんつんだっけな、あれはほら結婚したじゃない、あれすぐど忘れちゃうのよ、ちょっと綺麗な人中村智也と今出演してる人、中村智也と なんだっけな中村智也、深田恭子じゃなくってね、うん、そうじゃないね、戸田さんでもないね、大悟の奥さんいるじゃん、なんつったっけあの人、あ北川景子ね、この人が今、この人が北川景子がコマーシャル結構出てるじゃない、それで今中村智也と今ドラマやってるよね、ほんでキスシーンとかあるよね、大悟やきもち焼かないんかね、大丈夫なんかね、ね北川景子、うんうん、だからあれ結婚してる人がねああいうラブシーンをやると旦那でもねあれですよね、奥さんの方でもやきもち焼くと思うんだけど、まあ一人もん同士ならいいけど、そう子供生まれたよね今朝は東さんね、女の子がね、うん、今ね
中村倫也とね、あのドラマでラブシーンありますよ。なんかこれから始まるみたいだけど、たまにこう予告やるんですよ。それ見てるんだけど、いやー結婚してて大丈夫なのかななんてね。でも仕事だから割り切るんだよねみんなね。うん。ね、吉江さんもあー子供はもういいですね私。吉江さん若いなってな気持ちだけはね、うん、そっちの心配って倉田ね、吉江若いなってだからね、北川景子さんあの人綺麗だよね、うん、あ、喋り上手ですねって、あの足はねあれなんですよ、足は悪いんだけどね、口だけは達者でね、えんやこーら達者でなってね、三橋美智也さんの歌じゃないけどね、わらにまみれてよ育てた栗毛ってね、今日は飼われてよ旅に出るってね、縁やこら達者でな、あ風邪ひくな、話す手綱が震えるぜってね、三橋美智也さんの歌ですけどね、うん、あ、 ありがとうございます、亀吉さん歌うまいってありがとうございます。藁にまみれてね、育てた栗毛をね手放すって寂しいですよね。でんやこら達者でなってね、その情景が浮かんできますよね、やっぱり歌うとね、うん、うん、本当ですよね、いいですよね、うん、たまには歌もいいですね。までですかって、いやいや風船、ヨーヨーさん風船ありがとうございます、いいですよね、うん、コメントね、私もね、あ止まっちゃったねコメントね、慎吾さん来ないと分かんないわね、どうしたのかしらね、皆さんまたナイスよろしくお願いしますね。ね、あるる、あれこういう時はあの流れないのかな、ナイス、あー出た出た、花辺緑かわいいって、浜辺美波、長瀞の浜辺みたり、あら流星さんいいわよね、本当に、うん、ね、あ、よっさんこんばんは、よしえさんって、あ、いつもよっさん、本当によっさんかな、どうかな、よっさんうちに2回来たよね、ね、うち泊まったよね2回ね、うん、よっさんってね、よっさん、よっさんね、よっさん来た時何歌ったっけな、うん、ようこそここへ、クックックク、私の青い鳥、茨城から飛んできたよっさんおじいちゃん、よっさん、よっさん、それはようさんってね、よっさんとねコラボしたんですよ、はい、よっさんまた来ないかなって、ほんでよっさんがね、慎吾となんか食べ、私ほら体悪いからなんか食べ行くのにね、うちの垣根ぶついて垣根倒しちゃってね、ほんで怪我しなかったんかね、大丈夫だったのかね、うん、だからねあれだよね、予算2回泊まって、ほんで泊まったの夏だったからよかったんですよね、うん、え、予算は本物、偽物だけど流星は本物、いやー流星さんこういうの見てるんですかね、ふわっちなんか見てるんかね、見てますかね、うん、え、流星さん来たりおっさん来たりにぎやかだって、ほんとね、いいわよね、歌上手から歌手になればよかったのにって、え、よっさんちゃんとお土産持ってきたよねって、あ、持ってきました、なんかね、はい持ってきました、うん、吉江さん人気者だねって、ありがとうございます、ありがとう、関吉江さんだって、吉江さん人気者だねって、あ、レモンちゃんがありがとう、あら私だわって、これ私の顔かさ似てるんかさ、
私の顔と違うような気がするんだけど、そうなんかな。あれ、りょうちゃん、よしえさんこんばんはって、あれりょうちゃん、いつものりょうちゃん、ちょっとりょうちゃん、あのサムネ変わったね、サムネ。りょうちゃん、あのメガネコに下げたり上げたりするあのりょうちゃんと違うのかな、そうかな、違うりょうちゃんかな、わかんない。うん、そう、りょうちゃん、あ違う、あ違うの、あそうなの、りょうちゃんって同じ名前がね、あれだからね。うん、皆さんナイスくださいって、ありがとうございます。関よしえさんが、ね、は出てますね、ありがとうございます。じゃあナイス、またやりましょうかね。すいません、もし R の歌でやった方がいい、 J ちゃん、はい、ありがとうございます。じゃあね、はい、 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ、みなさん、みなさん、すいません。ナイスをよろしくお願いね。お願いね。あ、ある、あ、ある、あ、ある、ある、ある、あ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 るに取られた金だけナイスを欲しいなと。これから今少し皆さんに努力して申し訳ないけど、うん、線にしたい、あ線にしたらどんなお窓が見えるか見たいでございます。あ、よろしくよろしくお頼も申します。ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございますね、本当にありがとうね、うん、R のお金を稼ぐ伊関よしえさんだって、 R さんのねお名前でね、あの千の窓見たいんですよ、メスゴリラのね、オスゴリラもいますけどね、ゴリラもいっぱいいますけどね、うん、ほんとね、ありがとうございます。でもね、ゴリラでもね、すごい優しいゴリラがいるの、それ私大好きな人なの、亀吉さんね、亀吉さんはね、サムネはゴリラなの、でもすごい優しいの、その優しいリスナーさんなの、亀吉さんね、ありがとうございます。あら、あ、まったりしょう、風船ありがとう、あら、まったりしましょうって、ありがとうございます。 R の歌好評ですって、ありがとうございます、ナイス増えました、ありがとうございます。ゴリラでもすごい優しいね、亀吉さん優しいんですよ、あの人いつもね、1チャンネル私とね、あの、あ増えたよって、レモンちゃんが、誰がゴリラだよって、あの亀吉さんね、ゴリラのね、あの サムネなのよ、胸がね、サムネね、さ R の歌大人気だねって、そうなの、じゃあもう一回行っちゃおうかしらね、いいですか皆さん、もしあの押してない方でしょ、お願いいたしますね、うん、ね、 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGR に取られた金欲しい、欲しいけども戻ってこない、どうしよう、50万は大金だ、50万働くには、 R さんみたいに体使って、あおけつを舐めさせりゃ50万もらえても、私はその50万はいらないよ、私はそんなお金いらない、いらない、いらないよ、私は体を使って働いて一生懸命金稼ぎ、 仲良いをやって、あの高値貯めた
男にケツの穴舐めさせて50万取らない、そんな女と一緒にしないで、これが本当の固い金、本当に本当にありがとう、皆さん本当に本当にナイス、ありがとうございます、頭が下がります、本当に本当にありがとう、あ、あるあ、あるあ、あるあるあるあ、あるあ、あるあ、あるあるある、皆さんありがとうございました。ナイス増えてきたって、あらあら992、あと、あ、じゃあと8年、あら、ありがとうございます、皆さん本当に私の替え歌を適当に歌ってありがとうございます、本当に R な歌聞き目があるって、あら、新愛さん、吉江さん、新愛さん、ハートありがとうございます、ありがとうございます、あと少しってレモンさんがありがとう、さん R ってね、ありがとうございます、1000いきますね、1000いきますね、1000いきます、1000じゃないですか、そうですよ、 R の歌でいっちゃってるんですよ、ね、R の歌で、もうね、R の歌の替え歌歌ってますからね、今。あー、仙台酢もすぐ行くじゃん。そうだよ。仙台酢、お料理しなくったって仙台酢だからね。ね。R の歌がね、一番いいみたいよ、みんな。あの元カネが来たって。ね。ケツなめ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 やろう、ケツなめ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 やろう、ケツなめるんだらなめたけ食えよ、なめたけの方がよっぽどうまい、ケツなめケツなめケツなめよ、なめたけあなたは好きでしょう、あ、どうしようもないほどキノコはね、キノコもいろいろあるけれど、キノコもキノコも松茸は松茸高くて食えないよ、なめこだらおいしいよ、味噌汁の中に入れてもよ、みんなみんなありがとう、みんなリスナーさんのおかげです、なめたけなめたけクソ野郎、これ替え歌だからね、私はいろいろ考えて歌ってんだよ、あんたね、ありがとうございます、なんか1000回超えたみたいですね、皆さん今日は料理やなくてもね、皆さんのおかげでね、こんなにナイスをいただいてね、ナイスをいただいて、こっちはねアイス送ってんの、ナイスじゃねアイス、こっちね、ね、天才だわって吉江さんね、ケツ舐めより舐めたけ舐めろっつったんや、替え歌で、あ、舐めたけ舐めたけ舐めたけよ、ケツ舐めよりも味がある、体にもいいし何でもいい、ぬるぬるするものとてもいい、ぬるぬるするものおいしいよ、納豆も納豆と舐めたけよ、あなたはなめたけご飯を食べたことあるよね、あるよね、冗談で買う歌が全然全然って、あんたこんだけナイス取れますか、あんたね、あなた取れないでしょ、言ったねって、あ、よかったね吉江さんって、ありがとう、ほんとね、なめたけね、千おめでとうございますって、ありがとう、千ナイスはすごいですよ、マッチさんありがとう、ハートありがとうね、面白いって、マナちゃん面白いでしょね、まなちゃん、ぬるぬるしたもんは体にいいからね、ね、あの納豆に酢をかけるもいいんだってね、吉江さん面白いねって、泣くこともあるけど、レモンさんね、面白いことも泣くっちゃね、ね、ハニーティックスさん最高だって、あり、ジェイさんありがとう、あのなんていうんだこれ、クラッカーありがとうございます、ジェイさんありがとう、ニーティーブさん最高だって、なめたけより吉江さんだわって、ありがとうございます、まあ、あの納豆巻きもいいわよね、うん、吉江さん大好きだって、レモンさんありがとう、本当パチパチありがとうございます、なめたけカッパ、あ、新愛ちゃんありがとう、ハートありがとうございます、ありがとうございます、ハートありがとうね、本当ありがとう、
あれですかね、もうあの12時になるんですかね、まだですか、12時になるんですか、うん、あと1時間ぐらい、まだあるん、あ、ハニービッグさん、あ、ハートありがとうございます。豆だけの歌が耳から離れないって、ヨシエさん大人気だねって、マナちゃん、あ、ヨシエさん夜遅くまで元気だねって、セイロマルさんがね、なあ、あのヌルヌルさんはね、ほんと体にいいのよね、ね、あなたなんで太ってるんですかね、なめたけなめたけなめたけよってね、なめたけなめたけなめたけよってね、ナイスも増えたしなめたけよってね、なめたけなめたけなめたけよ、ケツなめよりもキノコだよって、松茸じゃとても手が出ない、なめたけなめたけなめたけよだよって松茸でちょっとね、あのね、山の松茸じゃね、山のあけびは何見て笑うってね、下の松茸見て、松茸見て笑うって言うんだよね、そうだよね、頭いいよって、あ、ピースケちゃんありがとう、風船10個ありがとう、ありがとう、替え歌うますぎるってね、面白いよねこういう替え歌ね、なんかね思い出すとね、こう浮かんでくるのよ、いろいろね、うん、ヨシエさん体に毒よって、ね、寝ましょうって、そうね、うん、ヨシエさん、ね、寝ても一人でいつも寝るからね、一人はいいやよね、邪魔もいない方がね、やっぱり一人でね、こういろんなこと考えてね、想像力豊かだからね、隣に流星さんかね、藤木直人さんがいると思って寝ればいいのよ、そうすればいつもいい夢見られるのよ、私はもうだからね、気持ちは若いの、お若いそうなのよね、明るい信号、そうだよね、母ちゃん流星さんだよね、藤木直人さんと流星さんとね、うん、替え歌最高ですって、今朝は東さんありがとうございます、本当ね、牛のりいる男は横浜流星ですか、だって、あ、クラッカーありがとう、ジェイさんありがとう、流星とさんとはほど遠いです、なんか横浜黄昏の方ですね、こっちは流星さんじゃなく横浜黄昏、横浜なんだっけな、お梅の歌は横浜黄昏、旅館の小部屋、あると慎吾のコラボでいっぱい、ブルース高級ホテル、ケツナメ配信、あの人は行って行ってしまった、どこへ行ったかわからない、それは横山みどりのとこに行った、何言ってるの、替え歌だよあんた、何を言うとるんですか、横浜たそがれだよ、高級旅館の一部屋、あると慎吾のケツナメコラボ、ブルースなんだよ、うるせえな、いや、ちょっとお前いいじゃね、歌歌ってんだからいいじゃん、何が起きてきたん、おいばってよ、いいじゃね、歌歌ぐらい、何よ、何来たん、だよ、あ水の中止まっていいんだよ、おめえ酒飲んでんだから、クソじじいが、おめえ早く向こう行けよ、おめえいいじゃねえか、俺が配信してんだからよ、いいけどよ、もういい加減しろよ、お前時間もあれだからよ、1位取るためにやってんだよ、若野郎が、クソじじいに1番と1部取れるかよ、クソ野郎あ、クマさんありがとうございます、プラデンタさん、クマちゃんありがとうね、リスワン取るのよね、皆さんのおかげでね、
ありがとうございます。怖いねって怖いでしょ、わかるでしょね、ああいう男なのね、うん、わかるでしょ、クソジジイね、クソジジイ、ヘドジジイ、あ、なんか、そろそろやめないと怒るぞ、怒らないじゃねえけ、あんたにおめえ怒られる筋合いやねえと、これ俺んちだからよおめえ頭くで、いいじゃねえ、歌歌ったって大きなお世話だよ、こうやって寝りゃいじゃねえけ、一人でこの野郎、バカ野郎ね、皆さんね、寄生虫が来てちょっと嫌な気分してすいませんね、すいませんね、うん、与太郎が2人いるからどうしようもないのよね、ジジイだからね、ね、うん、あ、私がいつも歌う歌うのどういうんだっけ、アホか、クソジジイ、ヘドジジイ、与太ジジイやろうってな、クソジジイ、ヨタジジイ、クソったれのジジイ、あんなもんは帰れよ帰れ、あんなもんはアパートへ帰れ、このクソジジイ。ケビロモ。面白いでしょ？ね、私の替え歌、クソジジイ。うん、ええ声やって。あ、ジジイの歌面白いってね、クソジジイ、ヘドジジイ、いつもなんて言うんだっけ、クソジジイ、ヘドジジイ、ヨタジジイっていつも歌ってないな、私は、クソジジイと、これうまいよな、これこれうまい、そうっすね、うん、恋人じゃないわよ、居候だよ、あんたね、吉江さん歌上手ですって、ヨッサンがありがとうございますね、帰省中、バレンタインデーどうも、何、あと何時で12時になるの、1時間ぐらいですかね、今ないな、私はない、うん、リスワンだとよ、いや、リスワンも取れますよ、取れるけど、そうですね、取れろ、うん、もう差がねん、うん、ニートのないの、ナイス、できれば24時になった瞬間に枠取って、この多少勢いでナイス、明日のやつもちょっと欲しいって、吉江さん大好きって、しーちゃんありがとうございます、ヘドロジジイヘドロジジイのムカチュクは、そうよね、ヘドロジジイだよ、あんた、ヘドジジイ、クソジジイ、ヨタジジイやろうってね、クソジジイヘドジジイ、人の金で酒飲んで人の金で酒飲んで喉が渇いたんだんべ、そんなもんだよめ、ヨタジジイがよ、うん、ね、ヨタジジイじゃ嫌よね、あんなもんとも一緒に寝たことなんかねえよ、俺悪いけんどめ、冗談じゃねえよめ、つらみる前だめ、ヘドクソが出るめ、ヘドクソが出るよあんたね、あ、ありがとうございますね皆さんね、まったくね、ありがとうございます、レモンさん、吉江さん大好きってありがとうございます、マンダコースをプレゼントしたい、いやいや気持ちだけで十分ですからね、私まだね残ったんがあるから、それの舐めてますのでね、皆さんね、お金は自分のために使ってね、気持ちだけで十分ですからね、マンダコースをね、ありますからね、まだね、ありがとうね、ジュエさんね、うん、本当ありがとうね、うん、ショコラティイティエさん、あ、ハートありがとうございます、ヨシエさん面白すぎるって、そうですか、こんな、うん、私が喋っててそう言っていただいて、皆さんに喜んでいただくととても嬉しいですね、森山隆二さん、ハートありがとうございます、ありがとう、いや聞いてるっていうか分かんないよね、よくね、うん、うん、猫美さんが、吉江さんは優しいって、そうなんですよ、優しい、まさしさん、今日秩父鉄道 SL 乗ってきたの、まさしさん、そうなの、あら、そう、ナイス、すごいって、東さんが、あら、ありがとうございます、あら、 SL 乗ってきたん、じゃあうちのそば通ったのね、そうなのね、
あのけもう SL 通ってるんかさ、春になるからね SL も出るわよね、うん、ショコラティエちゃんがハートありがとうございます、ありがとうございます、あナイスありがとうございますね、あミラーホルレイさんがあのメガホンありがとうございます、ミラーホリーさんだよね、はい、セイロマルさん今でも株やって、いや株やってないです私はね、うん、ヨシエさんの家グッドマップ見るとゴミ屋敷とか言って、そうそうゴミ屋敷を慎吾の部屋はね、うん、そうなのよ、うん、ヨシエさんしか勝たんって、あピースケさん風船5個ありがとうございます、ありがとね、俺が仕置きだって、へっぽこ娘さんが風船3個ありがとうございます、あしーちゃんしーちゃんありがとね、ありがとうね、エールオさん信号課税金払わない場合吉江さんが払うんですか、いやどうなんでしょうかね、出費がかさむに踊って歌って感謝するとか女神やんけって、あらそうなの、あら吉江さん体気をつけて元気でいてねって、レモンちゃんありがとう、ありがとう、あ自分でね何もできないね、そうかもね、うん、キーちゃんがいいね2個ありがとうございます、のど自慢何見とけよって、よしえさん R より長生きしてくださいだって、ありがとうございます、よしえさん歌お上手ですねってありがとう、エルオちゃんがさとみさん吉江さん今まで頑張ってきたんだから無理しないでねって、ありがとうございます、ありがとうね、本当皆さんお優しいね、あとリンゴちゃんが吉江さんあまりストレスためないでくださいねって、バーガーありがとうございます、リンゴさんありがとう、もう大丈夫だから吉江休んでって、マーライホーリーさんがありがとうございます、へっぽこ娘さんがいいねありがとう、よっさんがアスオ太郎より長生きしてくださいだって、あゆこさんとりあえずボロアパートでもいい借りてやって、ダメなら戻ってきていい、一旦追い出してみたらって、そうだよねあやこさんね、荷物持ってってね、うん、ほんとね、ジェムソンが吉江さん頑張ってねって、ろうそくありがとうございます、ありがとう、お声小さくしてるの、あのクソジジイがうるせえって怒ったからね、おっかないからね酒飲んでるとね、クソジジイが来たでしょ今ね、クソジジイが、うん、ようちゃんハートありがとうございますね、へっぽこ娘さん、あ風船ありがとうございます、みるみるちゃん追い出せばいい良いのに、そうだよね、うん、居候に気を使う世帯主、本当だよねそれは言えるよね、うん、本当だよね、うん、生活守るため稼ぐって気持ちになる、本当だよね、うん、すずちゃんよしえさんこんばんはって、あいつもありがとうございます、すずちゃんありがとう、ルエさんが、うん、弱虫目って、うん、ラクダさんがあら
あ、消えちゃった。ごめんなさいね。あ、忍者さん、よしえさん、こんばんはって。いや、花火10発。いや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 。お前がお前がお前が、あれだの。10個来てない。あれだの。説教。みんなで言って。ビル・ゲイツ。ソフトバンク。そんな話。そんな話。えらいよし。あら、さす。忍者さん10発だよ。すごい、見てましたよ、僕。あら。あっちで実はね、僕ありがとうございます。パソコンで見てるんですよ。でね、あの、とあるやつの名前を出したやつ、実はあっちから遠隔ブロック全部してる。皆さん気づいてました？とある人の名前を。ね、出してか途中で誰もなんかあのそいつらがいなくなった。ほらハゲだって。あっちでね遠隔ブロックできるんですよあれなんかね忍者さんあのちょっと具合悪かったけど治ったかね。いやもうそれは結構前の話です。もう治った。もう治ったみたいです。ああよかったね。ああね、よかったですね。とあるやつの名前のやつですね。はい、ありがとうございます。すいませんまあ、じゃあ、あの、お茶あるよ。お茶。いやそれもいや、こっちでいいや。すごい、よしえさん大人気って。まなちゃんが、あ、あずきちゃん、あずきさんからロケット花火。お前がお前がお前がアラブの石油をウィンドルビルゲイツソフトバンクソンマスルシ、ありがとうございます。来た、ルスは来た。あ、 ありがとうございます。あんまりできようとね、言うなよ、クソジジイがうるせえからよ。わかりました。あ、クラッカードワンちゃん、何買っちゃって大変なの、うん、あ、そうなんですか。ワンちゃん買ったんだって。あ、クラッカーありがとうございます。忍者さんありがとう。世話が大変ですよね、ワンちゃんね。あの、あれですか、あの、お散歩、あ、3匹、うわ、3匹もすごいね。3匹買ったんだって、ワンちゃんを。お孫さんが結局あの、なんだっけ、アライグマじゃなくてイタチじゃなくて、なんだっけ、うん、ワンちゃん買ったんだって。なんだっけ、あれ3匕あれ、あの、あれあれ、俺が前可愛いって言ってたやつ、カワウソ。あ、そうなん。カワウソ買ってないね。カワウソめっちゃ可愛いんですよ。高いけど。あ、そうなん。そう、カワウソ知ってる。かわいそうだろ、わかるけど、カワウソなんて知らない。カワウソっていうね、なんかね、モモンガーツはどうだね。ちょっとマングースっぽいような。ああ、めちゃ可愛いって。水とかでね、こうね、泳ぐんですよ。ああ、川とか連れていく。フェレットね。ほう。ああ、ただね、チータン、ただ50万から100万ぐらいするらしいよ。あ、1匹だ。70万から100万ぐらいだったっけ。ああ、そう。もう私はダメだよね。ああ、相原さん見逃しちゃった。 ありがとうございます。クラッカー忍者さん、あの、ダメなんです、あれは。バカだからもう怒って、ね、さっきの枠で、まあ後でタイムシフト公開するんで。バカで怒るからダメ。今酔っ払って怒ってきた、ね、うん、ダメよね。100なら出せるぞって。なんなん、カワウソめっちゃ可愛いっすよ。そうなん。ダメダメよ、ダメダメって。ヨシさんがナイス、すごいね、ヨシエさんって。ありがとうございます、忍者さん。皆さんのおかげでね、ナイス、すごいいただいたんですよね。すごいね、うん、ありがとうございます。ナイスって、私もよくわかんないんだけど、うん、カワウソ、海藻って。え、あ、イベント、よしえさんあと55分頑張ればって。ありがとうございます、ありがとう。素晴らしい、ナイスだって。これも皆さんのおかげでございます。本当にね。1000超えとるやんって。ありがとうございます。前お料理をね、してる時ね、1000超えたことあるんですよね。カレーライス作ってね、千の風になってを歌ったんですけどね。うん、千の風をね、うん、で歌ったんですけど、今ね、クソジジイがね、水飲み来てうるせえって怒ったから。
あれもいい加減な男だからね、クソじじいだからね、もうね小さい声でやってるんです。はい、ありがとうございます。これもみんなね、皆さんのおかげですね。ナイスね、ありがとうございますね、本当にね。本当機嫌良かったのに、そう、初めは機嫌良かったんだけどね、兄飲むと変わりますからね、うん、クソジジイだよね、来たもんね、うん、気分屋なのよ、だからね、つらも見たくないのね、だからクソジジイのね、顔なんか向こう行けっつったの、見たくねえから、何し来たんだいっつったら、水飲み来たんだって、あのやっぱりね、酒飲むと喉渇くんじゃないんですか、うん。あ、見ました、忍者さん、クラッカーありがとうございます。見ました、なんかでもね、自分で掃除したみたいです。よせさん大変だねって、ショコラティさんが、あ、ありがとうございます、ショコラティさん、あのありがとう、なんかチョコかハートいただいてありがとうございます。ハートありがとうございます。そうなのよね、うん、本当に、ああに変わるからおっかねえんだよね。どうしようもねえじじいだよ、あんなもの相手にしてねえからすやねえけどさ、あんなクソじじいなんか、普段だよね、私が食わしてんだね、あのクソじじいを、バカみてえな、ヨタじじいがよ、風船どうも、ヨタじじ、クソじじ、ヘドじじいって言うんだよ、歌は。クソジジ、ヘドジジ、ヨタジジっていつも歌ってべえや、私が。いや、年中ビール飲んでるよね。さすがだねって。シンゴじゃここまでナイスいかないわよって。あ、忍者さんありがとうございます。地震？クラッカー。地震だ、地震。地震。あら、あら。うわ、強い。地震強くない？強い、強い。結構強くない？そう、強い。強い。嫌だ。まだ揺れてる。おっかない。何これ？地震？よ、地震だよ。おっかない、信号、ほら、守ってよ、私を。守れば何も、だって。あ、強くないか、おっかない、おっかない、おっかない、長い、長い、長い。地震です、皆さん。すごいですよ。おっかない、まだ揺れてる。怖い、怖い、怖い。やばい、強い。あ、強い。やばい、強い、強い。やばい、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 困った。やばい、やばい、やばい、強い、強い、どうしたらいい、あらあらあら、困った。困った。いや、やばい、強い。やばい、やばい、強い。やばい。やべ、めっちゃ強い、困った、どうしたらいい、困った、やばい、強いぞ、やばい、やばい、困った、え、すげえ強い、やばい、やばい、なにこれ、いや、これやばいだろ、やばい、震源地福島、え、福島で埼玉こんだけ揺れるんだったら元はすごいよね、震源地やばいぞ、これおっかない、おっかない、え、これ多分相当やばいやつだって、やばい、震源地が、これはやばい、遠いのにこんだけ揺れる、震源地が福島で埼玉こんだけ揺れるってことは、震源地の福島多分相当やばいよ、やばい、これは私怖い、怖いよ、いや、もう大丈夫です、まあ、分かんないよ、揺れてるもん、それが大丈夫です、大丈夫大丈夫大丈夫、おー怖い、うわー、命が、え、何これ、ニュースとかちょっと見て、これ俺ちょっと、え、何今の、ちょっと待って、これ震源地多分やばいよ、埼玉でこんな揺れてんだよ、大丈夫ですかって、皆さんとこ大丈夫ですか、大丈夫ですか、すごいですよ、ネット見てこよ、すごい揺れてました、愛知もだって、あー、おっかないね、長かったですね、うん、よしえちゃん大丈夫ですかって、ありがとうございます、皆さんの方は大丈夫ですか、大丈夫、ありがとうございます、え、やばいって、かわいそう、 あ、宮城4、あら、結構強かったね、長かったです、おっかなかったです、うん、津波来るよって、そうだよね、うん、よちゃん大丈夫って、みんなありがとうね、ベリーちゃんありがとう、なんか怖くなったよ、私足が悪いからね、逃げようがないもんね、結構揺れてました、長くね、
皆さんも大丈夫？皆さんの方も大丈夫？もう大丈夫かね？また揺れたら困るからさ。あ、東京も揺れたって。そう、埼玉だけど結構揺れましたよ。こんなに揺れてることないよね。長い時間だったの。うん、福島だったの震源地は。安静にしてくださいって。亀木さん、ありがとう。ヤフートップには宮崎って書いてある。宮崎の南部が6度強ってある。6度強ってやばくない？宮崎ってあれだね、九州だで。九州でなんで宮崎じゃない、ごめん、宮城だ、宮城。宮城だんべ。宮城っつうのは相原のあれだで、生まれたとこだで。6度強ってやばいよ。だって6度強ってことはもうほぼ7ってことでしょ。で、7ってないよね、確か。震源地の最高は宮崎じゃなく宮城でしょ。震度の最高6じゃなかった？宮崎じゃないよね。6度強ってことはもうその観測史上最強ってことじゃない？そうだよ。あれ、7ってあるんだっけ？ほら、忍者さんが慎吾よしえさんを守ってやってだってさ、この前のさ、うん、あのほら怖かったよ、私。この前っていうか、多分10年ぐらい、あれどんくらい前だっけ、もう10年も前じゃないか。あったじゃん、なんかの、おっかないよ、こんな、とんでもないでかい地震。あん時、あん時よりでかいぐらいじゃないの、だって。あのあれかい、東北？あれよりでかいぐらいだよ、多分。だって、嘘、東北もすごかったよ。あれ、外に出たもん、私。外に出たらさ、地面が揺れてもう止まったって言うから、信号がさ、2011年、あ、もう10年ぐらい前なの。10年だよ、ちょうど10年だよ。あなたが1000万なくした時だよ、私の。そうだよ、あの時あんたはほらやばいからって手引いて出してくれてよね、外へ。そうだね、これで押して、ま、もう終わったからって。あれか、あの、日本がやばいって言うんで、うん、円安になるかと思ったら逆になったんだよ。保険会社の炎天が始まるって言うんで、保険会社がか、あの、日本 の、 そのみんなにこう保険金を払うために、その海外の資金を日本円に変えるっていうんで、逆に円が買われて、あ、龍之介さん、いつもありがとうございます。熊さん、ありがとう。やばいな、これ。ちょっともうちょい見てくる、俺。ねえ、もうなんないかね。いや、もう大丈夫でしょ。てか、震源地そもそもここじゃないから。震度6だって。はい、みんなありがとうございます。妖精さん、守ってやってねって。ありがとう、ほんと優しいね、皆さんね。龍之介さん、ありがとう。いいね、ありがとうございます。怖かったです。だって結構長かったですね。うん、ほんとね、落ち着いてねって。ありがとうございます。震度6ね、怖かったね。皆さんも大丈夫だったね。津波あるよね、こんだけ強いとね。うん、ね、長かったよね。なんて揺れが止まんないでさ、止まんなかったら最後にドカンと来るんかななんて思っちゃうもんね、私ね。うん、ね、恐ろしいね。足悪いから逃げられないしね、どうしたらいいのか分かんないもんね。ありがとうございます。津波の何、慎吾いるかねって。自分の部屋でなんか見に来ましたよ。あの、どこで、あの、言ってんじゃないかな、テレビでね。福島が、ね、福島が震源地になってる。福島、福島が6度強だって。あら、危ないね。で、埼玉はね、うん、震度3から4みたい。3と4でこんなにあるん。だから6度強は相当やばいよね。やばいね、うん、だってああいうもんが揺れたもんね。いつもあんなもん揺れねえもんね。そうだね。このちゃんとか怒ってくれよ、もっとひどいよね。うん、おかなかった、私。長かったからさ、揺れが長いとさ、なんかね、余震に注意ってあるよ、ほら、ブリーチさんが。守ってあげてねって、マナちゃんが。津波平気かって。震度以上強かった感じ。そうだよね、ジェイさん、強かった感じだよ。ジェイさんちもそうでしょ。吉江さん、いつもなんか私は死ぬとか言いながら、実際なんか、ね、地震起きて怖いとか言うたね。怖いよ、それは。ほら、埼玉5弱だったよ、ほら。え、そうなの？なんか俺が見たヤフートップの後になんか3から4だったんだけど。5弱だよ。
だって3回読んだらこんなに売れないよ。そうっすかね。5弱は言ってるよ。やばいっすね。千葉も揺れたって、淳さん、まあ、言うてもなんだこれぐらいの揺れだったら別に何ともないと思うんですよ。なんか別にちょっと怖いけど別に何とも なんないまだ来ないかさ。ただその震源地とかやばいね。6度強はえぐいよ。だから本当家とかぶっ倒れるレベルじゃない。だってそのほら脆い家震度6強だって宮城県蔵王町福島ね、ほら出てるよみんな。頑丈じゃない家は普通にぶっ倒れてもおかしくないレベルじゃないの。6度強って確か。そうだよね6度は怖いよ。たまちゃん大丈夫ってやばいな。寝てるんかもね。あー怖かっただってさすぐ止まればいいよ。ずっと揺れ続けたもん、うん、ほら埼玉どっちかな 5弱みたいって。うち北部です、埼玉の北部。停電はしてないですね。うん、いておっかないねあー怖かった。長かったかんね。長かったっすね、うん、広島で揺れたよって5弱かなって言ってる。うーん、なんか長かった。前のほらあの、うん、あ震度埼玉県3ってあるね。でしょ、うん、いやこれぐらいじゃ言うてもそんなでもないよ。ここならね、埼玉ならこれぐらいだったらさすがにそんな怪我人出るとかそんなレベルじゃないと思う。でもその辺が揺れて落ちそうになってるってある。いやでも言うてもあとあんぐらいじゃん、うん、これぐらいじゃ別にそんな大丈夫じゃん。長瀞町震度3だって、うん、震度3より長いような気がしたね。いやいやだからその 長かっただけで揺れ自体はそこまででもなかったよ。多かね、うん、3だったかね。いやそんなもんだって。もうじゃあ6のとこはすごいもんだね、うん、おっかないね。びっくりしたね本当。あーおっかなかった。地震やばいだろうなって。震源地ねやばいよね、うん、やばい な6度強はやばいな。マジで6度強はマジで死に出るレベルでしょ多分。これから明日ニュースがねすごいと思うよ、うん、これ崩れちゃうよ。ほらなんであいつがあれだ取ったからなんだよ皿を。これ割れるんじゃないのこっち。これ地震でなったん、うん、いやわかんない。倒れてるよね。そうだねやべえな。おっかないよもうこれ。あれだね、今度あの1チャンネル見るわ私。1チャンネル、うん、ああうん、見てみるわ NHK ね、うん、アールの歌もなんか大ごとなんかおっかなくなっちゃってな。アールの歌アールの歌も声が出なくなってきたな。どうしたんだろうな、うん、なんかおっかなくなっちゃったよ。え家がめちゃくちゃ。本当ですか。えそんあれだってそんな南海トラフ怖い。本当だよね。こればっかりはね自然だから防ぎようがないしね、うん、どうしようもないよね。まだ揺れねえかさ。何大トネが5弱大トネ。トネが赤い。あクラッカーどうも。あクラッカーありがとうございます。大丈夫心臓ドキドキしてるんじゃない。埼玉はそんなでもなかった言うほど。ああ確かにちょっとっでも心臓いくらかドキドキしてますね忍者さん。ちょっと恐ろしいような揺れ方。なんかでも揺れ自体はそんなでもなかったんだよ。でも、ね、でもなんかなんていうのなんか止まらない感じ。そうなんか長時間揺れたからちょっと怖いなんかやべえかなと思ったけど、うん、でも揺れ自体はそんな言うほどでもなかった。いや私あの揺れは見たことねえで。これが揺れたの、うん、ガチャガチャってそのぐらいでいつも止まるから。だから多分ねあの長時間揺れたかっていうのもあると思う。うん、長時間は怖いよね、うん、前あのなんだっけ東日本大震災の時あの時おっかねおっかねっつって、うん、よっちゃん足が悪いんだから早く行けっての信号がよ誘導してくれて外入れたんだよな。バッグ持ってなバッグ持って外入れたんだけど今度は外、まあ、あのもう止まったからって中減ってきたんだよな。そしたらまた揺れたんだよね減ってきて。
もう逃げようがなかった。あの時よく覚えてる、うんうん、友達のお家屋さんと話してて、ああ地震だって電話切るねっつって、うん、あの東日本大震災の時、うん、おっかなかった。あれ10年前だよ今からね。その震源、やばい、本当に震源地のとことかはマジでやばいと思う。これやばいね。埼玉はそんなでもなかった言うほど。でも大変だよね、うん、震源地の人は何が起きるか分かんないで、津波とかね、コロナのあげく震度4ぐらいだったら、でもまあ怖いは怖い、怖いんですけど、でもまあ大丈夫でしょ。震度4くらい、でもさ、コロ5ぐらいから結構やばいと思うよ。コロナで今度地震じゃ参っちゃうよね。だ震度3とか4でも揺れてる瞬間は怖いんだよ。これから強くなんねえかなとか、神奈川はそういう気持ちがあるから、それぐらい揺れたよって。震度3、4で終わっちゃえば結局それぐらいではそんな死人とか出るレベルじゃないから。あ、トントロさんが神奈川5ぐらいからはやばいと思う。それぐらい揺れたよってトントロさんが、うん、ああ、え、津波の被害心配だねって本当ですよね、うん、コロナの挙句これじゃね。あ、にゃこちゃんいつもありがとう、よしえさんって。地震怖かったね、にゃこちゃんね。にゃこちゃんの方大丈夫だった？うん、にゃこちゃんおっかなかったね。大阪揺れてないよって、うん、大阪揺れてないって。栃木埼玉方面の方が都内より揺れたみたい。やっぱりね、都内はこんなに揺れないって。うん、栃木とか埼玉が揺れたんだって。怖いね、なんか怖かった。私ちょっとね、はあ、そうなんか、いやでもそうだね。あれ、にゃこちゃんこっちはちっとも揺れてないよ。だって揺れてないの？北海道は揺れてないって。あ、忍者さんありがとうございます。北海道揺れなかったって。群馬停電、え、でも群馬でも埼玉の隣だけどね、言ってもそこまで揺れたか。埼玉揺れました、カオルちゃん。結構長かったです、うん、怖かったです。うん、でもそもそも福島ってどこだっけ。福島ってあれよ、あの上の方横に岩手のそばだね。福島って、福島ってなんかどっかで聞いたことある。福島って上だよ、このこういう福島なんか行ったことあるぞ。東北のこれ福島稲今思い出したけど稲葉白子とか。福島ってもしかしたらあそこじゃねえか。稲葉白子とかよ、福島。なんか福島ってどっかで聞いたことあるのと思ったら、福島は稲葉白子だんべよ。原発の福島だんべよ。ねえ、あー怖かったな本当に。福島ってアルファベットのあーそうだよ、そうだ、アルファベットのとこだ。福島 6強だって。怖い、忍者さんが。ほら埼玉南部3、あーら、あ、そうだよね、南部だよね。マサさんとこは埼玉の南部なんだよ。あーら怖かったねここはいくつったっけ、4つったっけ、さっき3、4ぐらいですか、3ぐらいです。あー怖かった、私もうどうしようかと思った、うん、だって立って逃げられないしさ、うん、うん、福島あるさんだよね本当。はい、吉江さん埼玉でよかったねって。あー、あるさんだって実家にいるんか今。いや今の今は東京じゃねえの、立川のあの議員さんとこなんべじゃああれだよね。棚から落ちませんでしたかって、ええ、それはね落ちなかったです。マサさん長かったけど、でもそこまでなんか終わってみればそんな大した揺れではなかった、うん、マサさんね、棚からはね何もね長かった落ちなかったんだけど、でもね、こうにお勝手のね鍋とかこう吊るってあるやつがガチャン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 揺れて、で揺れがねなんかねつあの長かったです、うん、長くて怖かったです、うん、私怖かったです。ほんでどうしたらいいんかなと思って逃げられないしね。
そのうちガタガタ揺れて後ろの棚がねふっくるげてきたら困っちゃうよね私ね、うん、頻度5の広場所が あらそうですよね311も長かったって311守りたいだって常さんありがとうございます。よし守りたいだってありがとうございます。しんどさんで大げさだぞっていや3じゃね4ぐらい来たんじゃないの3だったかね3ぐらいだったらそんなにあれだけどね。型は何型はおるんやんってえ強い揺れだったので咳気が ありがとうございます。心配があってマサさんありがとうございます。本当ありがとう。マサさんもね南部だからね埼玉のね埼玉は震度4になってるよってそうでしょ強かったですよやっぱり4だよね怖かったですマサさんありがとうございます。本当ありがとう。そうに言っていただくだけで嬉しいです。自分も埼玉で南部なのにね言っていただけだけで本当嬉しいです。本当にね震度4ですねってあやっぱりねそうですよね強かったよね。ありがとうジェイさんありがとう。本当あそうだよね貧乏ゆすりしないでよねだよねよっさんねよっさん茨城だもんね、うん、マサさんもあ埼玉の南部だもんね。おっかなかったです本当マサさん信号守ってくれって言いました。どうに守るかしらなんかガタガタこう揺れてておっかなくてね、うん、あよかったあジェイさんよしえさん無事ならよかったって泣くほど興奮何も気づかずお風呂に入っていたって無事で何よりですって ありがとう。にゃこちゃんお風呂入ってたんですかねありがとう。にゃこちゃんもありがとうね本当に。10分後に何目が見えなくなってきたね。なんか目が霞んできた。あまり置かなくて、うん、そうだよね。地震震源地の足の悪い人大変だよね。逃げられないもんね。足が良ければねなんとかあれですけどね。あシナモンちゃんもお風呂の 中だったんですね。お風呂でお中でね怖かったです。こうやっててね前のね 鍋とかこう下がってるね棚がねぐら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 こう揺れてねこの辺も揺れてましたね。この丘ってのね森台怖かったです。こうやってて止まんないんですよね長くてね、うん、ありがとうございます。お茶でも飲んでね、うん、大震災の時ですか阪神まだ小さかったから分かんなかったね。私東日本大震災はよく分かってんですけど友達とね電話してたんですよ。こうしたらね、長い時間スマホを見て目に負担がかかる。そういう意味ね、マサさんね。それもありますね。なんかね、よく字が見えなくなってきましたね。うん。なんかね、怖かったね。人間っておっかないね、生きてるのもね。自然だからしょうがないけどね、これはね、防ぎようがないけどね。みんなね。大変ですよね震源地はね気の毒だよね本当にお年寄りなんか特にね大変ですよね。 なんかね大きくならなければいいけどね津波とかね本当ね。R が悪いねって怖いねってそうだ R さんの震源地ですね。スンゴ7影帽子さん
R も無事だといいけどって。なんか R さんはね今ね福島にいないみたいよ。なんかあのあそこみたいよ、なんかね言ってましたよ、あのね、なんかあのほら横山みどりさんとこにいるみたいですよ。あっちにいないみたいです。うん、なんかそう西慎吾が言ってましたよ。今は福島にいないとか、うん、そうだね、クソジジイだね。地震に気がつかないんだね。酔っ払って寝てるんだよクソジジイ。ねえマナちゃんね、クソジジイがちょうど水飲み来た時ね、あれ、あ、立川、そう、里美さん立川ね、うん、そうなんだってにゃんこちゃんが水飲んだ時は来たわね、あれだったけど酔っ払って寝てるから分かりゃしないんだよどうせ、うん、クソジジイがね、うん、あ、とどろき金剛さん揺れたよなって、そうですよね、いつもありがとうねとどろき金剛さん、ありがとうございます。本当におっかなかったね、ジジイに逃げ遅れそうだよね、酔っ払ってるからねそれはあるよね、うん、うん、そうだよね。吉江さんまで寝たくないんですかって、慎吾の髪は揺れるほどないってね、全くね、怖かったね、なんかね今日はなんか怖かったね。でも皆さんにねこんなにねナイスをいただいたからね、ね、ああ、何、この家火事になって逃げ遅れた吉江さんのために慎吾火の海に飛び込んでくれるかなって、いやそんなことしないと思いますよ、うん、ね、風俗嬢ね、あるナイスしましたって、リタさんありがとうございます。リタさんありがとう。税金なんか今日ね少し払ってきたみたいですね、あんまりうるさいんでなんて言ってましたよ。でもねあのくらい入れたんじゃ減らないよね、増えちゃうよね、ちょくちょく入れないとね、うん、あ、震度6ですって、あら福島 T さんそうなの、あらあら大変ね、6じゃね、ね大変よ。あれ T さん滋賀県だっけ、そうだよね滋賀県だよね T さんは、そうだったよね、そうに言ってましたジェスさん、うん、私とね R さんがね川にね溺れてたらね、あそうだよね T さん滋賀県だよね大丈夫よって、あよかったね、揺れた T さん滋賀県ね、そう海がないからいいよね、うん、海があると怖いもんね、うん、そうだよね10万払っても足らないよね、あのね、そうだよねどうしようもないね、うん、ないよね、ほんとタタラさんね、うん、震度1だから気づいてないよって、あ、よかったねよかったね、滋賀県ね、滋賀県の方は働き者が多いんだよね、あのねうちの方にねあの八尾さんっていう百貨店があったんですよ、それでね八尾さんのねあの店員さんはみんな滋賀県の人なんですよ、働き者でねあの来てたんですね、うん、花火もらってあなたに負担が来るんですよって、ありがとうじゃないでしょうって、いやいやいや、あの私ね
あのあれなんです、慎吾がそれ払うと思います。私はあの慎吾がねそれあの私はこう出ててもお金一切もらわないですから、慎吾から。ただ税金 の, あの助けてやろうと思って手伝ってるだけで、私お金は一銭ももらいません、慎吾から。うん、だからとりあえずあれですよね、うん、慎吾が払うと思いますよ。私だってお金もらわないから、ただ出て手伝ってるだけだからね。うん、ね、私たち一銭ももらえませんから、慎吾から。あの子だけじゃダメでしょ、人気がね。あの子はあの悪たれ言うから嫌われ者になってますからね、うん、ダメなのよね、うん、だから税金、あ、プリンちゃんありがとう、吉江さん優しいねって。あの税金は